アレリーグはリーグをスポンサードしてくれているこの明治安田生命さんにねの力で成り立っております、はい、その明治安田生命杯が贈られます。酒井選手です。プレゼンターは明治安田生命総合会社、明治安田生命保険総合会社取締役代表執行役員の長嶋秀樹さんです。さあ、山口穂太選手に J リーグ杯が授与されます。野々村チェアマンです。30周年の J リーグはかつて札幌や千葉でプレーヤーとしても活躍したこの野々村さんが初めてその選手上がりでチェアマンになった中で行われたシーズンでもあります。さあ、シャーレが山口キャプテンに渡されました。さあ、11代目の J1 チャンピオンです。近畿勢2クラブ目、Jリーグチャンピオンに輝いた初めて優勝を果たしたヴィッセル神戸、大きな拍手をお願いします。山口キャプテンが前に出ます。2023年 J1 を制したヴィッセル神戸、見事な初優勝です。中心に今撮影を行います吉田監督もその中に入りました。改めて監督と共にシャーレを掲げました山口キャプテン。歴代さまざまなチームがありましたが、高野坂さん、はい、今年のヴィッセル神戸強いと言いましょうか、はい、一人一人のキャラクターが立った、はい、素晴らしいチームだった気がします。はい、本当に適材適所をしっかりと吉田監督がマネジメントされて、はい、そのポジションごと、そしてそのキャラクターごとにチームをマネジメントして強いチームを作ったと思いますね、はい、そして先ほども言ったようにやっぱり経験のある、そして海外でも代表でも経験ある選手たちがやっぱ先頭を立ってチームを引っ張って、はい、そしてまたそのプレーで示して、でそこを底上げてしていく、やっぱり本当の強さになったチームじゃないかなと思いますね、はい。武藤義則は70数分に足が一度つるぐらい走る、最後まで走り切りましたからね。酒井豪徳は最後の最後まで玉際で戦う、そして大迫勇也は前線で常に違いを作る、この3人の存在感というのがありました、はいはい。まあ、ただ本当この3人の存在感もそうですけど、はい、まず守備のところでは前川選手の成長、はいはい、そしてディフェンスラインで怪我人がこれだけ出た中で本田選手もやっぱりもう本当に左サイドバックやったりセンターバックやったり、はい、でそうですね、はい、そして斉藤美月選手の大怪我がある中で、斉藤美月選手もそれまで本当に山口選手とダブルボランチで存在感を出してましたからね、はい、本当にその、みんなの勝利というか、本当にそういうやっぱりこう一体感を感じる、そして、まあ、一体感の中にもそういう競争があったり、やっぱりベテランの選手と若い選手とのバランスを含めて非常にそういったところでのトータル的なクラブのパワーといいますか、作り方といいますか、
シーズン通しての戦い方というのは非常に神戸は優勝するにふさわしいチームに値すると思います。今名前が出ました斉藤選手は8月の柏戦で大きな怪我をしました。まあ、この離脱の後いろんな試行錯誤をしましたがこの時に出てきたのが扇原です。はい、そうですね、はい、本当に変わって出てやっぱりこう試合ごとにまた扇原選手の存在感も大きくなりましたし、そうですね、はい、今日のゲームでも素晴らしいボールを配球してたり中盤のところで最後まで山口選手とダブルボランチを組んで守り切りましたからね、はいはい、その斉藤選手もこの喜びの輪にもちろん今入っています。まあ、あとはね山口キャプテン、うん、この山口選手も何ですかねぶれない運動量であったりとか、はい、まあ、基本的に守備的なポジションだと思うんですが前線に何度も出ていく、はい、そのこういつ何時も山口蛍は変わらないというあのプレーぶりもなんか非常に印象的でした。そうですね、はい、本当にもう山口選手はそれが特徴ではありますけど、はいはい、それを最後まで本当に90分走り切ってやりきるって相当そのピッチ外のところとか、はい、普段のトレーニングとか本当にそういった見えないところでの努力があるからこそ本当に試合に向けてチームを優勝するために向けて本当にこういろんなものを犠牲にしながら戦った成果がまたこういうふうにつながったりああいう姿勢につながってるんじゃないかなというふうには思いますね。斉藤美月選手です。本当に、斉藤選手もね本当にこう神戸に加わって本当に、いいチャレンジでしたね。まあ、僕もガンバの時に一緒にプレーしましたけど、はいはい、非常に気持ちの強い選手で本当に勝つためにはもう言い合いだろうがもう何だろうが関係なく、はい、それが本当にチームにとって勝つことにとって大事だということを分かっている選手ですからね、はいはい、斉藤の大怪我により、まあ、より一層団結することになりましたヴィッセル神戸、まあ、スタンドの、ね、お客さんからも美月と共にというタオルマフラーがいくつか見られます。まあ、菊池選手もですよね、はい、そうですね、大怪我になって、はい、今日の試合は出れなかったですけどね今回復にリハビリ終わってますけどね、はい、まあ、代表する選手として3人プラス山口の名前をまず先にご紹介はしましたが、まあ、でも本当になんか月並みですけどヒーローの多いチームでしたよね。そうですね、うん、はい、まあ、パトリッキ選手やマティス・ルール選手もそうですし、はいはい、まあ、前半戦はイニエスタ選手もやっぱり存在感ありますからね。そうですね、はい、ゴールキーパーの仕事というのは年々進化しています。選手いじられましたね、まあ、こういうキャラクターも面白いですね。そうですね、はい、いや、いい光景ですね、はいはい、いやでも本当タイトルを取るって、はい、なかなか経験できるものではないのでこの今シーズン神戸の選手たちっていうのは非常に素晴らしい経験をしたんじゃないかなと思いますね、はい、また次に必ずこの経験生かされると思いますしまたこれに満足しないと思います。やっぱりタイトル取るともう一回こういうのを味わいたいって思いますよね。でそれはやっぱ経験した選手は皆さんおっしゃいますよね、うん、はい、まあ、例えば柏レイソル、はい、11年初優勝、はい、昇格初優勝しましたけど、はい、であの後やっぱりカップタイトルとかを連続で取るじゃないですか、はい、やっぱ選手の話なんかを聞くとタイトルを取ったやっぱ基準が変わるっていうんですよ、うん、そうですね。で、まあ、川崎も5年で4回優勝してますけど、はい、それずっと勝てなかったじゃないですか、はい、でまあ、中村健吾さん言ってましたけど、まあ、勝ったことで、まあ、そのまずベースが変わるだけでいろんなものが全部変わる、